テイク2インタラクティブロックスターゲームズロックスターノースグランドセフトオートアドバンスグランドセフトオートアドバンスは米国のロックスターゲームス社から発売されたゲームソフトで GTA シリーズ唯一のゲームボーイアドバンス版されたオープンワールド型クライムアクションゲームであるグランドセフトオートシリーズの第6作目2004年10月26日に北米版及び 欧州版がリリースされた。本国アメリカでは何度か発売延期になった後発売された。略称は GTA-AD。マイクがリバティシティで悪事をこなしていく。グランドセフトオートサンアンドレアス同年同日、アメリカ、ヨーロッパ向けに2004年10月26日に発売された日本は未発売のオフライン専用ゲームソフト。ストーリー全編にわたって、 メインストーリーや新しいコンタクトミッションが展開され GTA シリーズおなじみのオープンワールド式クライムアクションゲームのプレイをリバーティーシティのストリートを体験できる唯一の作品。また建物は 3D で制作されているためストーリーなどグテイとはそこまで関わりがない。また足音などはグテイと同じものを使用している。 リバティーィ内の時間の時間は1分は1秒と設定されている。体力表示はゲージではなく、グランドセフトオートサンアンドレアスと違い時、旧作のグランドセフトオートバイスシティ、グランドセフトオート3などと同じ数字表示になっている。体力表示、時間表示、丸いマップ表示、所持金は従来の GTA シリーズと同じ右上に表示されている。 手配度は星1から6まであり、グラフィックや音質などは他の GTA シリーズと比べると多少劣化している部分がある。今作の舞台はグランドセフトオート3シリーズの Q でニューヨークがモデルのアメリカ史上最悪の街と呼ばれているリバティシティ。グランドセフトオートリバティシティストーリーズのその後であることからグテイに似ているところがある。 グランドセフトオート4シリーズの世界観ではないので、新シリーズとは全く関わりはない。乗用車緊急車両戦車接近ケースで、ナイフバット重火器系、ハンドガンショットガンサブマシンガンマシンガン、火炎放射器ミニガン爆発系手榴弾火炎瓶、ロケットランチャージ系列は過去作の、グテイの1年前、GTA、LCS の2年後、2000年が舞台となる。なお、GT G-Tab シリーズとは無関係である。グランドセフトオート、グランドセフトオートに、グランドセフトオートチャイナタウンウォーズと同じ見下ろし型となっている。残酷ゲーム、成人向けゲーム。ありがとうございます。